さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側オリックスバファローズ、先発投手は小林、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側広島東洋カープ、先発投手は永井、本日絶好調、そのピッチングに期待がかかります。それでは注目の対バッターは9番広沢。さあ初球ストライク、外低めいっぱい、まずは決めてきました。インコース、サードライナー。さあここでバッターは先ほどホームランの西浦、投げた、1球目打った、強襲、一塁へ素早く送球、アウト。そしてバッターは後藤、インサイド来た、ストライク、投げました、打ちました、ゴロが突破、後藤ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。そしてバッターボックスは西村、インローギリギリいっぱい、ストライク、まずは入れてきました。チェンジアップ空振り、さあ最後はストレートで真っ向勝負に出るか、打った、痛烈な当たり、二遊間突破、ボールは中継、西村ナイスヒットです。今日初めてのヒットになりました。初球はすっぽ抜け、ボール、余計な力が入ったか、外れた、ボール。さあ3球目、内角低め、ストライク、よくってボール。第5球投げました、外角へストライク、アウトロー、ランナー一斉にスタートします、三振。さあここから反撃開始です。試合は終盤7回に入ります。さあここでバッターボックスは今日2本のヒットを放っている小矢野、2球目を投げた、まっすぐ空振り、アウトサイド、ボール抜けました、力みすぎてしまったか、打った、ライトへ持ってった、ヒット、小矢野ヒットだ、ヒットになった、今日これで4打数の3安打。さあそしてバッターはここまで2安打の岡崎、ランナーを進められるか、打ちました、ヒット、岡崎安打を放ちます。これでノーアウトランナーは一塁二塁、カープ内野陣はゲッツー体制、インコース低めストライク、さあ次の球スライダーはストライク、打った、ファールボール、投球これから4つ目、外のボール球打った、一二塁間へ、セカンドフォースアウト、バファローズなおもチャンスが続きます。そして迎えるバッターは高城、この回畳みかけていくか、投球2球目打ちました、いい当たり、レフトの前落ちた、ヒット、二塁はセーフ、バファローズ1点入りました、7対0。カープここからゼロで抑えていくことができるか、ここでバッターは広沢、2球目を投げた、インサイドストライク、キャッチャーからサインを受け取った、1つ外してボール、ここは慎重にいくか、打った、いい当たりだ、ヒットになります、山足三塁回った、二塁ランナーホームイン、バファローズさらに1点追加、8対0。ここでバッターボックスは西浦、第2球はインコース見送ってストライク、投げました、のけぞるような感じで避けました、投げました、打ちました、ゴロが抜けた、西浦ヒットを放っています。これで残念ながら今日は黒星ということになりました。圧倒的な戦力の前に力尽きてしまった。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役は何といってもこの人。